ツインボーカルが見せる綺麗さと悲しさが融合する新感覚バンド、それがア・クラウド・オブ・リベリオン。その最大の特徴がこのシャウト。ボーカル宮田が悲しみを込めて叫ぶスクリームと呼ばれる日本では珍しいスタイル。さらにもう一人のボーカル小林が繰り出す女性と間違えるほどのこのファルセット。綺麗なサウンドの中に悲しさが融合する、フェスでも異彩を放つバンドなんです。直美ちゃんどうですか？ちょっと驚き。すごいですね。シャウト？何？スクリーム？叫びとまた綺麗なお声で、女性ではないんですよ。どちらも男性の方で、これでもどうやって声出してんだろう。ねえ難しい。電話？何ですか？直美様、テレビ電話です。誰？まず誰なの？執事？急に登場したじゃん、怖っ。執事何ですか？あれ、こんばんは。プロパガンダ最高だ。すごい、アクラウド・オブ・リベリオンの皆さんですね。はい、それ。今何されてるんですか？ライブ終わりの打ち上げです。あ、打ち上げ中。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、今ね、ちょうど見させていただいたんですけども、あの叫び、はいはい、あれってどうやってやってるんですか？あの、感情爆発させるんです。感情爆発させるだけが難しいですよね。ちょっと次やってみたいですけど、コツとか教えてください。あ、コツですか？あの、喉をキュッてやってポンってやるんです。キュッてやってポンってやる。簡単に言うけど難しいですよ。喉をキュッてやってポン。はい、そうですね。気持ち的にはどういう感じでいくんですか？気持ち的にはもう、助けてくれみたいな。宮田さん的には助けてくれなんですね、感情的には。そうですね。わかりました。じゃあちょっと私やってみたいと思います。はい、あ、どうですか？おお、やばい、助けてくれどうですか？なるほど。聞いてんじゃん。めっちゃいいです。じゃあちょっと見本見せてください、本物を。いきますか？はい。すごいすごい。助けてくれていきますね。はい、助けてくれ。はい、消します。すいません、ありがとうございました。ちょっとびっくりしちゃった、ごめんなさい。ちょっとびっくりしちゃった今。本家すごすぎ。あれ、何、どうやって出してるんですかね。すごいですね、あのシャウト。ごめんなさいね、消しちゃってね、ちょっとびっくりしちゃったっていうのもありますから。さあ、コメント来てますね。リベリオンかっこよすぎっていう、リベリオンちゃんの地上波って言って、もうかなりね盛り上がってますから。じゃあ曲の方を紹介していきたいと思います。ア・クラウド・オブ・リベリオンで M1917。 え？